はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガ3リマスター版、主人公ミカエルでやっていきたいと思います。魔王殿からですね、逃げ帰って現在、ユーステルムの町に来ております。で、イベントをねちょこちょこ進めていきたいと思いますので、ここにいるウォードですね、話して仕事する気はねえかと。で、この仕事を受け負いましょう。モンスターを追っ払ってくれということで引き受けよう。じゃあ氷の湖まで行きます。あれ、国家じゃなくて北国の豪傑とかいうトロフィーを手に入れた。あ、勝手に言ってる。魔王殿を攻略した俺の力なら大丈夫なはずだ。逃げ帰ってきたけど、あ、戻ってる。また陣形が。で、ここのイベントが終わったらちょっとね、サラはやっぱり外しておきたいんで、サラとエレンを一回入れ替えるか、まあ、入れ替えるかっていうか、一人予備人位があるんで、サラを下げてエレンを仲間にしよう。で、ウォードはいらないから別に仲間にしておくつもりはない。仲間が変わるたびに陣形が元に戻っちゃうんだね。まあ、こうやってねコツコツイベントをこなして強くなっていくと、戦闘陣形、ワールウィンド、ウォードは下げておく。モンスターとも戦いながら進んでいきましょう。相変わらずゴブリンが出てくるからな。いて、ゲストンした。あと技だよね、やっぱり。さだな、せっかくフラッシュワロー覚えたんだけどな、結構使いやすい。そういや、西洋の試練でフラッシュワローがめっちゃ役立つんだけど、その時までに、いや、でもな、ハーマンも結局入れなきゃいけないからね、悩みどころだ。まあ別にまた外したところで仲間にできるからいいんだけど、その時だけ連れてこよう。ゴブリン系が多いね、この世の中。この突進のスタンが意外にうざい。あとね、ちょいちょいね、街を、まあ、マップ上に出していったんだけど、やっぱりね、ミカエルの最初から持ってる装備すげえわ。エストックとか、今これ証券装備してるじゃないですか。エストック5000円したからね、見てみたら。アーメントゥームも4800円とかだし、それ考えるとやっぱりミカエルの初期段階って相当進めやすくなってんだなって思いますね。じゃ、エストック攻撃力強かった、28あった。その割には火力が出ないっていうね、それはミカエルたるゆえんだと思うけど。ただの攻撃でもそこそこ強くはなってきたんで、まあ、敵を倒してもね、大して金は手に入らないから、やっぱりイベントをこなして金を入手していくと。一匹か、果たして強いのかよく分かんないからね。弱い、ザコが。あれ、これどっちだ、左から行こう。違うっぽくね。うわ、陣形満たされたけど、まあ、こいつ一匹だったら大したことはない。みんなが好き勝手に動けば倒せる。サラがヒットポイント上がっていくね。まあ、当たり前だけど弱い人の方が上がりはいいからね。
サラなんて技ポイント15しかないよ、マックスでも。うわトーマスがスタンした。ランスの村にはエレンとハリードがいるけど、仲間にするのはとりあえずエレンだけでいいや。なんかね、強力な技を一つ覚えてほしいんだよね。っていうかこいつらと戦ってる限りその期待はできないけどさ、敵は雑魚だから。やっぱりどなたか師匠を見つけるしかない。師匠から技を教わるしか、まあ、ここのボスも別にそんなって感じだから。やっぱ四魔貴族はね、結構技は覚えやすいと思うんですよね。四魔貴族って負けてもゲームオーバーになんないんで、うってつけでは行くのにちょっとめんどくさいけど。なぎ払いとかもうここら辺で極意を習得しておくのも必要だよね。下か。弱い技はもうどんどん封印していきたいんで、アクセルスナイパーとか使っていこうじゃん。パフィーはめんどくせえな。なぎ払い、足払いとかね、脳天割りで影縫い、影縫いダメージ通らないっていうのかな。足払いもダメージ通らない、もしかして。よし、影縫いは取得した。はい、でここピョーンっていったらボスだよね。セーブしていこう。ちょ上に、ここはさすがに全力でいく。スネークショット霞2段、こいつがないんだよな。攻撃していこう。で回転撃、何がいいんだろう。ビーストチェイサー、あ、フリーズバリアがあるから結構厄介だな。いくつ、けつれガードされてるし、212か、めちゃくちゃ回復すんな。生き返らせている暇はないからね。ゴリ押すこのまま。よし、当たった、完全に当たった。356、脳削り。ダガジョ強いんだよ。200だな。回復量を上回らなきゃいけないんで、これで一発で大体回復量でしょ。攻撃は2人分っていう感じだね。ここ弾かれるときつい。結構強いわ。あ、またフリーズバリア使われちゃったよ。スネークショットは反撃食らわないから大丈夫。回転撃食らっちゃうんだよね。よし倒した。霞2段ビーストチェイサー、ありがとうよ、うまくいったぜ。これだけやっけ。あれ、あ、そうだ、こいつは連れてかない。報酬はってやらないと毛皮が手に入んないんだよね。ランスで今空きが一つあるんで、ちょっとお姉ちゃんを
回収しましょう。ミカエル様仲間にする。で戦闘陣形をワールドウィンドにして、ちょっともったいないけどサラ下げて、でサラをちょっと外しちゃおう。ここら辺のやつで、斧の強いのが持ってないんだよね、帝王ので。川の鎧だったらそれは騎士の鎧でしょ。で川のブーツ、フルフェイス、ガントレット、で西洋のところに行かなきゃいけないので、西洋っていうか西洋の子孫的なやつ、ここか。ここは西洋家、西洋様のご子孫が代々住んでいますと。でこいつ違う上か、こいつか。ようこそ乱世、西洋の町へ。現当主です。魔王殿の地下の扉まで行ったのですが、指輪が必要なのですねと。でなんとかアビスゲートを閉じてください。この物語の目的は基本はまあアビスゲートを閉じることなんで、ガントレットとフルフェイスだったらフルフェイスの方が弱いね。 OK の指輪装備しておこう。一応 OK の指輪とか売っ払えばね、結構な金になって安く買い戻せるんだけど、まあ、ミカエルはそんなに金に困ってないんで大丈夫でしょう。でちょっとだから武器屋は一回一回覗いて、なんかいい斧があれば買っていきたい。でこいつ野党やりますか。いた、エレンちゃん。エレンちゃんも本当殴った方がいいんだけどね。最後まで使っていくかって言ったら例によってまた悩んでるとこなので、イメージ的にはやっぱりエレンは斧なんだよね。まあ別に巻き割りとか覚えるからね、弱くはないんだけど。てかもうユリアンの方が全然強いわ、白銀の剣装備してるから。エレンよ、これがユリアンとエレンの差だ。プリンセスガードに入ったことによりユリアンは強くなったんだよ。ダート治安は良くないんだね。そう思うとこう野党が活発ってことは、でここら辺さ、そもそも誰が統治してんの。西洋家って別にこの政治をやってる人っぽくないじゃないですか。あんまりそういう治安は良くないんだろうね。技の公約結構入るな。いっぱいいる。斧となんか棍棒も欲しいな。棍棒より1個上絶対あるよね。白銀の剣、白銀の剣とエストックとアーメントゥームが多分ランク的に同じなんだよね。それと同じクラスの斧と棍棒が欲しい。ヤーマスとか行けば結構いいの売ってそうだな。ウィルミントンにはね白銀の剣とか売ってたけど、棍棒とかの強いのは売ってなかったんだよね。片手だっけ。片手だったら盾を装備させよう。大盾でいいけど、てか雇ってどんくらい倒せばいいんだっけ。倒していれば情報をくれるんで
あと野盗に負けると野盗の巣に連れてかれるんですけど、こんなやつに負けるはずもないし、どんだけ時間かかるんだっていう。ダメージ食らわないからね、そもそも。あ、なんか燃えた。あ、大木弾、いいね。技的にはいいな。殲滅するだけ殲滅しとくか。Sストックだな。攻撃力の割にはやっぱ火力が出ない。まあ、証券だからね。三日月と使わないけど、あ、そうか、なんか倒してると撤退だーみたいなこと言ってくるんだ。その時だっけ。これだけやられてればやとも商売上がったりだからね。まだか、しぶといな。粘りますね。うお、スタン系がちょっとゲミスるし、一旦で誰も倒せないとか悲しすぎるな。やるな。お、引き上げだ。出た出た。何でもするから助けて、情報をよこせ。俺たちのアジトはスタンレー近くの山の中にあります。まあいいだろう、見逃してやろう。さて、これで1000オーラ。ヤーマスにもね、ちょうど来れたんで。ちょっとヤーマス覗いていきますか。ほら、白銀の剣4000円でしょ？ S とか5000円だからね。騎士のよりはちょっと安い。で、あっちはいけないから。斧なんだよね、だから、斧。戦斧か。これが強いね。1600円。これアーミントゥーム4600円でしょ。ここら辺の最初買って揃えるっていうのがいいんだろうけど、もうすでにミカエルの場合は倉庫に眠ってるからね。よし、エレンじゃ遊びさせよう。この手斧から一気に戦斧21で、いらないの売っちゃおっか。でレビューとかいらないでしょ絶対。で長剣もいらないでしょ。スバイは一応取っとこう。盾も一応取っとこう。革のブーツとかなんかいいや、いらねえ。全部ロー。革鎧もいらない。で弓もいらない。でロングスピアもいらないっしょ。リジットレザーもいいや、売っちゃおう。でバトルハンマーも売ろう。あ、そう、スパイダーソードね、魔王殿から出るときにちょっと取った。これもいや、いらねえ。チュニックは一応持っとく。三日月刀もいらない。12か、弱えな。で手斧もいらないでしょ。よし、 OK。 あなた様は、
あなた様のお金をお預かりすることはできません。そんなこと言ってくんだ。初めて知った。ちょっと待って、解決ロビンはもういいとして、運び屋さんってもう一個あったよね。解決ロビン、このイベントはちょっとボスが強い気がしたんで、少しほっとこう、置いておく。ライムも持っておいて、デブロビンも持っておいて、少年は関係ないでしょう。で、ドフォーレ紹介は、あくどいことやってると。宿屋に、人はいない。まあいいか、金はあるから。じゃあ、ちょっと、どこって言ってた？野党の住みか。遠くにあるんで、いけねえいけねえ、いけねえんだけど、本当にいけねえんだけど、どういうこと？あ、いけ、ちょっと待って、超むずいんだけどこれ。カオスの側はね、全然合わねえんだけど。いけた。野党の巣窟。これ本当野党しかいないんだっけ？で、戦をどれだけ攻撃力が上がっているか。今までだいたい80くらいだったよね。ちょ、ミスじゃねえかよ。一発目スカってんじゃねえよ。いや、ミス多いな。いや、マジでミスが多い。おい。お前ら何なんだ。野党はじゃあ殲滅させて。野党多くない？こんないっぱい野党いるんだ。やはりそれが世の中の治安の悪さを表しているね。戦をの結局さ、3回振って1回も当たんねえんだけど。ミカエルなんでこれで回復するの？ちょっと謎。野党がそもそも回避率高い、まあ、攻撃力はやっぱだいぶ上がってんね。80から142だからね。こいつ上にいるの？あれ、ピョンと飛び降りてくるのか。降りてきた。ニガさん、ミカエルが野党を放っておくわけないだろう。あ、なんかかわした。今の何？あ、極意、極意じゃねえ、なんだっけ、見切りか。何の見切り？超謎なんだけど。三日月刀、こいつら三日月刀装備してんの？使えるな。白銀の剣が普通に強い。あとなんかな、これぞといった技を覚えてくれればいいんだけど。ノーラもね、俺全然使わないからね、強さがいまいち分かんないんだよね。すぐ攻防に戻しちゃうから。このイベントと、あとなんだ、あ、そうか、教授のイベントとかも、まあ、できるっちゃできるんだよな。動物つかめてくるやつ。で、宝箱回収しよう。いや、今背後取らなかった？取ってないのか。
マス、デザートマスで一番先頭に置いて風車でもやっとこうかな。ボス戦これって一回反撃したら終わりだっけ。ブロードソードいらない。これは500円。どっちが野党だか本当に。いやでもこれは結局悪どい金で手に入れたものだから、それを返してもらってるだけだ。野党の住処に置いておく理由もないからね、500オーラも。で皇帝からすればさ、でも500オーラムごときどうなんだろう。まあ一応でも一般人の感覚として旅してんのかな。本当に野党しかいないな。やっとヒットポイントはそこそこあるけど、攻撃力が超弱いから戦いやすい相手ではある。スカルナ、だいぶスカルナ。ハンマーはそんなにミスはしないけど、やっぱり闇灯籠のミスの確率がすげえ。三日月とまた結局さ、なんか殲滅するとか言ってるけどさ、エリア変わると復活するからね敵が。でも野党だらけになってもさ、そもそも奪うところがなくなっちゃうじゃん、あんまり全員が野党になっちゃうと。あ、なんか覚えた。十文字切りやった。よし、やっぱり火力はそこそこ出る。ユリアン結構技が多くなってきたけど、そうだ、極意習得させるとか言ってたな。はや、十文字切り素振り一回で極意を習得した。アクセルスナイパーのあれなんだっけ、失礼剣やろう、でトマホークもやろう、で脳天割りがあるでしょ、石突き。ミスった。寝た、まあ、一回素振りしとけばいいでしょう。また三日月と何本あるんだ。わあ敵だ。え、あ、ポールがいる。頼む見逃してくれ、キドラントで恋人が待ってるんだ。君がポールだな、ニーナが知ったら。ニーナを知ってるのかっていうか、一応ねそれはニーナとお話ししました、ポールがいるよみたいな。アクセルスナイパー、失礼剣、トマホーク、脳天割り、石突き。習得しない。宝箱回収していこう。石突きがね、ちょっと
よくわかんない技だよ。何なんだろう。振り回してるけど。それなりの火力は出てる。石突きの方が、あ、トマホーク覚えた。あ、覚えたっていうか習得した。エレンは大して技覚えてないからな、そもそも。さて、一応セーブして戦いますか。見逃してくれ、1000オーラム出せ。ダメ、2000オーラムなった。え画面ついっていうか許さんよ。大黒弾使っていこう。脳天も使うでしょ。このターンで前衛の2人は倒せるかな。寝ろ、寝た。え、起きた。のけずりやるか。下道剣け、結構食らったな。ボス系の敵結構強えな。そんな簡単に倒せるものではない。使いねし。よーし、 OK。 大木だで2000個。あとはもう帰るだけなんで。さて、じゃあちょっと一回ロワーヌに戻ってみますか。あの玉座に座ってみよう。その前に寝る。そっか、6人になってる。3人しか寝れねえのかよ。ロワーヌの宿屋大したことねえな。でロワーヌちょっと武器は見てなかったけど、あまりいいのが売ってるとは思えないんだよな。だよね。ただいま。ちょっとセーブをしておこう。さて出かけるか。あれ、もしかしてさ、影武者のところ行かなきゃダメとかあったっけ。政治をやるためには。いた。ご苦労だった。これどうなってんの。一応全員いるな。これ毎回やんなきゃダメなの。これ外には出れないはず。仕事をする。産業不足。軍事内政外交税説明終わり。軍事は戦いに備えます。内政は住民や産業を良くします。はい。なんかさ、開発みたいなのできなかったっけ。内政でもしとく。あ、じゃあできんじゃん、ここから。ちょっと待ってね。軍事
戦術研究、武器開発、防具開発、あと武器開発、パルチザン5万円開発料。防具はヘッドバンドいるのこれ。いやいや、やっとこいちょ。じゃあ傭兵って何、強力な傭兵部隊を次の戦いに参加させられてます。え、なんだなんだなんだ、来たぞ。え、書状が、資金難に苦しんでおります。10万オーラムの寄付をお願いします。良い返事がない場合は覚悟はございます。マスコンバットになるんだろうけどな、なんかちょっとこういうの普通にやっとこう。内政、産業政策、激安なんか来た。実戦を想定した演習を行いましょう。演習でしょ、やってみるじゃん。一応ちょっと他のところに設置しとこう。ご命令を。演習開始。ゴブリンと出会った。ゴブリン軍団、なんかすげえ陣形だな。俺たちこれしかないんだけど、このまま突破していこう。ライブラ2000対3000、このまま突き進む。突き進んで、ちょっと待って、まだ突き進んだ。ちょっとやられだし、モラルが減りだしてきたら全軍突撃を使う。強行突破。ゴブリンごとき、あ、やべえ、なんかちょっとやべえわ。防御しとこう。相手のモラルガンガン減ってんな。突撃してるから、よし、完全に減らしたらこっちも攻撃しよう。こっちも減ってるけど軍勢的にはまあいけるっしょ。下が少しやられつつあるけど、膠着状態だな。指揮官と指揮官がなんか戦ってる感があるんだけど。いや、押し込める押し込める。ゴブリン王国万歳。ゴブリンプリンス、全軍混乱。所詮はゴブリンだからね。合流地点に向かいます。え、これさ、ゾンビと出会った。これ騎兵か、死人の行列。死、いや、突破する。だいたいさ、ゾンビがさ2500もいるなんてさ、怖くね。どんだけゾンビいるんだよっていう。何がある？突撃があるだけか。あれ？相手モラルなくね？ゾンビだから。じゃ、こっちのモラルが半分くらいに、あ、なんかすげえ撤退してんな。いや、強えぞ。ちょっと待って、強くねえか？もう俺だけ取り残されちゃったんだけど。どうしようもないんだ。一応ちょっと突撃しとこう。え、だって相手にモラルがない以上さ、もうこっち突撃するしかないじゃん。いた。生き残り勝負。200機とかこれゲームオーバーになるの。正体不明の敵が待ち構えていた。これ見返るか、多分。超強そうなんだけど。防壁の端にしとこう。4000対4000。でここちょっと
防御。相手のモダルを削る。全軍交代。これちょっと攻めよう。精神攻撃。待って、これ防御しよう。交代したら、うわ、早っ。何なんだこいつら。攻めろ攻めろ攻めろ。長期戦になりそうだ。少しずつ詰めていくか。じゃあモラル的にはちょっと相手の方が高いな。やっぱり交代してる分だけあって、あとはモラルを削りつつ。相手がね、また全軍突撃みたいなのをやられるとちょっと怖いから、全軍突撃は一回残しとこう。なんだこいつら。マジでなんだこいつら。一瞬だけ回復してて、これ本当に向こう回復してんな。俺もちょっとやってみる。全軍交代。回復回復回復で防御。押し込まれたけどモラル的にはだいぶ回復した。モラルを削りつつ、こんだけ差があればいいかな。攻撃しよう。ゲー出た。前列交代。これちょっとずるいよな。戦術の幅がなさすぎる。こっちの突撃かける、突撃かければだいぶモラル回復して減らすことができるからね。相手が使ってこないことを祈ろう。突撃使ってきた。結局プラマイゼロじゃねえかよ。じゃあ防御しとこう。ただ減りが早い、突撃かけてるから。押し込まれるは押し込まれるけど、ここからが勝負だ。いけ、やられてる。いや、やられてんだけど。いや、押し込まれる。むずすぎるんだけどこれ。全滅だよ。指揮官戦闘不能、ミカエルがやられました。全軍突撃するしかない。ダメだ、完全に指揮官やられてるから話にならん。ただの演習じゃなかったのか。ゲーなんかなんかちょっとやだな。ちょ、もう一回戻ろう。リセットします。さて、じゃあちょっと武器と防具だけ開発しておけばいいか。パルチザン変わんないね。で防具開発で終わりと。もう大丈夫です。よし、これでまた普通に旅立とう。で影武者呼ばないと多分外に出れないから、影武者を呼んで、マスコンバット自体は変な話ね、やんなくてもいい要素ではあるからね。じゃあよろしくね。これで外に出て、次どうしようかっていうところなんですけれども、この西の森をやっておきますか。一回ちょっと教授のところまで突っ走ってきます。戦力でいけたかな。ネズミ
ね結構強いっちゃ強いからね、超超イベントも早くやりたいっちゃやりたいけど、追加されてるみたいだからね。その後が一つ、あとだって何のイベントがある、進めていく上では。地道に強くなっていくしかないから、教授の館、教授、またこれを見なければいけないのか。てかロマサワリーユニバースで教授ってどういう立ち位置なの？なんか普通にガチャやってるけどさ。女に興味はない、そんなこと言うんだ。ミカエル、私の可愛いペットたちが4匹、よろしくね。よし、このちょっとお化けチックなやつ、こいつ、これ攻撃だけでいけるかな。ね、こいつでこの強さ、バーニーは本当に弱い部類だと思うけど、ダメージも食らうわ。さっきなんて食らわなかったんだろう。いや、なるべく攻撃だけで済ませたい。よし、 OK、 バーニー捕まえた。対戦とすればなんか2人くらいは上がるから、まあ、それで徐々に強くなっていくか。エレンもだいぶ火力が出るようになったし、いつの間にか。で、じゃあやる前にはちょっとセーブをしておきますか。うわ、こいつ強えんだよな。十文字も投入していこう。大黒弾、脳天割りで寝るかな。脳削り、一旦目は寝てるからね。起きたか、さすがに起きたか。ムクチャー、コーンガス35、一発で死ぬからな。ノーラの火力がないな。回転撃使うか。高温ガスに耐えられないから。うわ、ギリギリ耐えた。ヒットポイント、18くらい回復したとしても無駄だからな。自利品だな。273200くらいのヒットポイントが欲しいか、やっぱりこっちは。そう考えるとまだ早かったかな。こいつ倒せないとなると、このチャージ、98、よし、耐えた。
つえ、マジつえ。そろそろ技ポイントもなんかなくなってきそうな気がするんだけど、チャージは強くないね。高温ガスが強いのかやっぱり。あ、倒した。よし、脳天割り極意取得。せっかく倒したんだ、セーブしよう。じゃあ次こいつ、こいつどうだっけ。攻撃だけでいこう。マコちゃんキック25、こいつは弱いな。攻撃だけで済ましたい。あ、全然雑魚だ。よし、変な気持ち悪い変な花みたいなやつがいるからそいつを捕まえたいけど、これやってイベント的にあと何やるの。グレートアーチってちょっと宝漁ってくるか、その自分の強化も含めて。なんかいい宝を待ってたっけ、あそこ。金がちょいちょいあった気がするんだよね。まあ何よりもね、パーティーの戦力強化が優先だから。あ、いたいたいた、こいつ。さて全力でいこう、こいつも。10問導くかもう2発しか打てない。あと脳削り、いて39。あ、全然弱えわ。あ、全然当たるわ。しかもムクチャを倒せた。俺たちならいけるはず。あ、超弱え。鬼面相。ムクチャだけだったな、強かったの。さて、じゃあ教授のところにお返しに行きますか。どうぞ。長くない？アルジャーノ。ああ、あいつか、天才ネズミ。じゃあちょっとグレートアーチ行きましょう。あの船に乗って、でピドナから向かえばいいかな。グレートアーチはもう金を出さなきゃいけないはずなんで。一番下。おお、びっくりした。なんだ、いきなり飛び降りたと思ったら小舟に乗り出すのか。そっかそっか。じゃあグレートアーチに到着して、まあ、こいつはほっとくとして、まあ、財宝のありかをね、いろんな人が、まあ、金出して教えてくれるんだけど、160円教えてくれ、ここにあるよみたいな。じゃあちょっとここら辺の財宝の洞窟をやってっていうか、パパッとやって次回また進めていきたいと思いますので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。